リドルジョーカー。そうだ、サトルくん、今日の放課後なんだけど。理事長はまだ返事くれないし、急ぎの作業もないし、その私たち無事に心と体で結ばれたし、だって本当にたくさんサトルくんに支給どうしてもらっちゃったんだもん。とにかくそういうわけで、小鳥のところに報告に行かない？お、へー、ほー、サトルくんそういうこと言っちゃうんだね。お姉さんが大事に守ってきたバージン奪っておいて、俺関係ないしってしらばっくれるんだ。